エドことエドアルド・アントネス・コインブラは、ブラジル出身のサッカー選手、指導者、同国出身の伝説的選手、ジーコの実刑。選手としては得点力の高い攻撃的 MF として、プレー、1969年度のトルネオ、ロベルト・ゴーメス・ペドローザ得点王を獲得、同年には、南米最優秀選手賞を受賞した。1967年に、 ブラジル代表に選出されたが、ペレやロベルト・リベリーノという名手がいたことにより、最終選考で1970年のワールドカップメンバーから外れた。1974年のワールドカップは大会直前の負傷で大会出場を逃した。フラメン語ではわずかな期間であったが、ジーコともプレーした。1981年に現役を引退した。 監督としては1983から84年にかけてブラジル代表監督を務めた。1986年メキシコ W 杯でイラクを初の本大会出場に導いた。1989年には監督として三浦和義を中心選手の一人として起用し、コリジーバイフ C をパラナ州選手権優勝に導いた。日本でも カシマ・アントラーズの監督を務めるなどのほか、ジーコが率いた日本代表のアシスタントを務めた。また後に、世界最高の右サイドバックと呼ばれることになる、ジョルジーニョの才能を見出し、トップチームにスカウトして開花させるなど、若い選手の才能を見出す能力に優れていた。兄弟は6人で、長女以外は全員サッカー選手。サッカーダンスと呼ばれる。 ダンスをしながら柔軟な体やリズム感覚、ボール感覚、ステップワークなどを養う基礎トレーニング方法の考案者である。特筆なき限り、役職は監督。ありがとうございます。